いつもご視聴ありがとうございます。3月12日から公開中の新田真剣佑さんの主演映画ブレイブ群青戦記に徳川家康役で出演している三浦春馬さんの名演技に家康の姿が春馬さんに重なるとネット上では延々と感想が寄せられています。三浦春馬さんが演じるのは織田軍に囚われた仲間を救出しようとする新田真剣佑さん扮する主人公葵を導く徳川家康です。弓道部員として驚異的なポテンシャルを持ちながらも勝負ごとに興味がなく引っ込み思案な葵を家康の言葉が大きく揺り動かすこととなります。劇中大きな見せ場の一つとなるのがこの家康の言葉でした。葵が家康の言葉を受け仲間のために戦う決意をするシーンで家康はよく考えろ、お主が何を信じて光となるのかと葵の背中を押し、葵は涙ながらに自身の思いを家康に打ち明けるシーンです。新田さんはあのシーンは一生忘れないし今でも鮮明に覚えていると言っています。ブレイブ群青戦記は笠原将暉の人気漫画群青戦記を踊る大捜査線シリーズの本広克行監督が映画化したものです。ある日突然戦国時代にタイムスリップしてしまったスポーツ名門校の高校生たちが部活で培った身体能力や未来を知る現代人の知識を生かしてサバイバルを繰り広げる内容となっています。シネマトゥデイライブのインタビューで本広監督はブレイブ群青戦記の撮影について三浦春馬さんがこのセリフはもしかしたらない方がいいんじゃないかと言ってくれて、実際にそのシーンすごくいいんですよね。語らないのにすごく表現されていて言葉じゃないんだと思いましたと、セリフは足し算よりも引き算の方が引き立つことを知ったと語っています。そして三浦春馬さんと新田真剣佑さんの心のぶつかりに二人の絆が強くなっていく姿に胸がキュッとなり、二人だからこそできたのだろうと振り返っていました。剣道部小唄役の鈴木信之さんは刀の扱いだったり春馬さんが歩かれる一歩のお芝居がものすごく説得力がある、全身でお芝居されているのがすごく感じ取れましたと感銘を受けていました。撮影現場については都内から20分くらいのところでほとんど撮影ができたと本広監督は明かしています。三浦春馬さん演じる凛々しく優しい家康像をめぐってネット上でも涙の感想がつきません。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。